観光農園の長男の動画が始はい、長男です。コロナウイルスの影響で、全国、マスクが少なくなったり、全然なかったり、トイレットペーパーが、デマで、買いだめされたり、そういったことでいろんな問題が、起きていると思います。自分もですね、実は消毒用に、アルコールを買おうと思ったら、ちょっと薬局とかでは売ってなくて、ちょっといろいろ考えて、カー用品店へ、行ってみたら、2つほど、あったので、ちょっと今日はそちらを紹介したいと思います。1つはですね、こちらですね、ソフト99の、ウェットティッシュ、こちら見えますかね、アルコールが、入ってまして、エタノールが入ってます。で、用途としてはですね、車内での、ね、手の汚れ、手肌の汚れ、車内の汚れ取りにということで、食事の前、あと、手や顔、肌のお手入れにということなので、こちら使っても全然問題ないと思います。はい、こういう感じでね、なってるんで、今日は切りませんけど、まあ普通のウェットティッシュと同じ感じですね。だけど、除菌用のウェットティッシュがその後、薬局に行ったら売ってました。なんでどうかなっていう感じです。で、今日のメインですね。こちらですね。車内どこでも、清潔クリーナー。これはクリーンビューの商品ですね。やっぱり高級アルコール配合で、速乾、除菌、って書いてありますね。成分は水とアルコール類ということです。これは、まあ、車内なんですけど、一応、洗浄、除菌、消臭ってなってるので、手の油も簡単に除去ということなので、一旦ちょっと手にかけてみましょうかね。匂いは、注射の時に使うアルコールと同じような匂いですね。で、もうすぐ蒸発をしちゃいます。これは結構使えるんじゃないかなと思います。例えば、これまあ家でもいいと思うんですけど、こういったところね、普通は、吹きかけると、こういうの舞っちゃうので、きれいに、吹いてもらって、こういう感じで、吹く感じですかね。できると思います、ね。こういうところとかも。こういう感じでやるのがいいと思います。ハンドル周りとかね。使えると、思います。ガラスなんかも僕はいいと思います。はい。はい。今日はですね、こちらの方、車内どこでも清潔するクリーナー、カー用品店で、売ってます。ちょっとドラッグストアとか、100円均一、ダイソーとかね、そういうところだともうアルコールクリーナーっていうか消毒液なんてかは売ってないので、意外に、カー用品店とかの、車用のものも使えると思うので、こちら紹介しました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Facebook、インスタも上げてます。ぜひフォローの方もよろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。
バイ。